ナドゼヤ・オスタップチュクは、ベラルーシの陸上競技選手、専門は、砲丸投げ。2012年ロンドンオリンピック金、メダリスト、2008年北京オリンピック銅メダリストで、あったが共に、ドーピング違反で剥奪された。2004年8月、初めて出場したオリンピックであるアテネで4位に入るなど、2000年代初頭から、国際大会において、上位の成績を収めた。 翌2005年8月世界陸上競技選手権、ヘルシンキ大会で優勝し、世界チャンピオンに輝いた。2005年7月ミンスクで開催された、競技会で21メートル09の自己記録をマーク。2010年2月マヒリョウで開催されたベラルーシ、室内選手権で、室内世界歴代3位となる21メートル70をマークするなど記録を伸ばした。 2010年3月14日、世界室内陸上競技選手権において、大会新記録となる2 0ル8 5の投てきを残し優勝。室内世界大会でのタイトルを初めて手にした。3月21日、ヨーロピアンカップウィンタースローイングでは2 0ル1 6の記録を残し、同じベラルーシの選手で、 北京オリンピック銀メダリストであるナタリア・ミフネビッチを抑えて優勝した。2008年北京オリンピックではバレリー・ビリ、ミフネビッチに次ぐ3位となり銅メダルを獲得したが、2016年の再検査でドーピング違反が発覚し、メダルを剥奪された。また、世界陸上競技選手権でも優れた成績を残した。2005年ヘルシンキ大会で優勝。 パリと大阪でも表彰台に登った。その他2006、2008、2009年のベラルーシ、室内選手権を制した。2012年ロンドンオリンピックでは、決勝で21メートル36を投てきして1位となったが競技前日と競技後のドーピング検査で筋肉増強剤のメテノロンが検出されたため、失格となりかねメダルを剥奪された。 2007年世界陸上競技選手権表彰式にて、ハット・ドゥービツキ、ミハイル・アストッペチュク・ブラスツ21.70メートルショット・プット・ヒー・ブイン、モギリョフ・ IAF2010 年4月29日、閲覧。スロベニア、S、レートジ・プロバイズ・ビッグ・サプライズ、アット・ヨーロピアン・カップ・ウィンター・スローイング、ヨーロピアン・アスレチックス、2010年4月29日、閲覧。 中国3選手の金白奪、北京ロンドン五輪のドーピング再検査で、オスタプチ区クの金メダル白奪イコール女子砲丸投げ、五輪、陸上、から、時々ドットコム、2012年8月13日。ありがとうございます。